預かり金的な性質なものを猫ババするって泥棒じゃねえかよみたいな話があるんですけど違うんですよこれ。裁判で決着ついてるんです。景気が悪い時に消費税上がり、上げるバカな国家は存在しないんですよ。日本だけなんです。すごいですね。海外ではうまくいってるじゃないかってもう比較が違うんですよ。それは生活必需品だったり様々なものに対して免税だったりとか、ゼロ税率だったりとか、ってことがなされてるってこと。この国はそうはなってないでしょ比較すらできないんですよこれは。 社会保障のために必要とんでもない。社会保障のためには一部しか使ってない。インボイスって、どれぐらいの方ご存知ですか結局、消費税が取れる範囲広げるんですよ、これから。で、誰に対して取るかって言ったら、これまで取らなくていい人たち。あなたたち、えっ、ー、と、もともと売り上げ少ないんだから、あなたたちから取ったらもう潰れるね。 事務的作業とかがむちゃくちゃ煩雑になったら大変でしょ。だから取らないねっていうことを決めてきたわけですよ。免税の人たち。免税10。年に3000万円ぐらいのレベルの人たちは、これまで免税だったんです。だけどそれも変わったんです。1000万まで下げられちゃったんです。で、今度は1000万以下って人たちに対しても、消費税取るってことになるんですよ。で、こんなことになったら、まず影響を受けるのはどんな人たちかって言ったら、私が一番心配してるのは文化系の人たち。 音楽やってます、演劇やってます、とか、踊りやってます、とか、絵描いてます、とか。様々ままな文化活動を仕事とされている方々。大儲けできるわけじゃないけれども、自分の表現というものを続けながら、いろいろやってる人たちに対して、これはもう廃業宣告ですね。ある意味で、はっきり言っちゃえば。だって、テンパは取られるんですよ。自分たちの利益から。さらにですね。で、どうして3000万以下とか1000万以下で、 これまでは取ってこなかったのって話なんですけど、当然それやってたら潰れるでしょうって。大きな企業と一緒にしちゃダメだよ。ハンデね、これ。ハンデ、ハンデ。ってことでやってきたのに、急にそのハンデなくすって言ったら、当然これ潰れるやんって。で、廃業する人も出てくる。で、これ狙いなんですよ。何かしたら、より安い労働力を大量に市場に流入させたいっていう一点じゃないかなって私思ってるんです。だって、このインボイスっていう部分だけでやったとしても大した金にならないんですよ。 文化壊してまで手に入れられる金が、そんな、ちびたような金額、普通に聞けばね、もえそんなに多くって思っちゃうかもしれないけど、国家財政から言う、言ったら2000億程度なんて、ビビたるもんですよ、はっきり言えば。文化壊してまでそれを、調税するっていうことは、他に狙いがあるって考えなきゃダメですね。つまり何かって言ったら、より安い労働力を大量に生み出すためにそういうことをやってんじゃないか。 って思ってます。消費税のこれからさらに解約があって、そういうインボイスが前に進むっていう状況であるんですけど、消費税自体やめなきゃダメなんですよ。どうしたかって言ったら、この国の税金の滞納、払えないんですっていう人たちの6割が消費税滞納だから、これ税制としてもう破綻してんですよ。赤字でも払わなきゃいけない。いや、ちょっと待てよ。それ、預かってんだろって。 客が消費税分払ってて、お前はその預かった預かり金的な性質のものを猫ババするって泥棒じゃねえかよ、みたいな話があるんですけど、違うんですよ、これ。預かり金ではございませんってことはもうこれ裁判で決着ついてるんです。これ物価の一部ですね、消費税って、っていうことになってんですね。東京地裁の平成2年のこの判決ですね。消費税分はあくまで商品や駅務の提供に対する対価の一部、物価の一部だっていうのと一緒ですよ、これ。 開花の一部としての性格しか有しないから事業者が消費税分について過不足なく国庫に納付する義務を消費者との関係で大物ではないと。預かってきてる金じゃないねって。決定ですね、これ。判決確定してるんで。っていうことです。話戻ると何かって言ったら、事業者、特に中小事業者たちの多くが首がしまっているっていう消費税が、この国を弱らせる一番大きな要因だったってことですよ。だって普通に消費税上がりますって言ったらみんな買い控えるでしょ。 消費税上がりますって言った時に上がる直前まで何が行われるかって言ったらみんな物買いに行くんですよ。どうして物買いに行くんですかって。爆買い始めるんですね。上がってからやったらまたそれコスト上がるからすぐ上がる前に買おう言うて。どうしてそういう行動になるかって言ったらやっぱりその後買い控えるんですよ。もう明らかなんですね。過去を見れば消費税を上げるたびにこの国の消費は落ち込んでますってことのグラフなんですけど、これは日本の家計消費の推移です。 個人消費がどれぐらい減っているか、増えているかってことを見るためのもの。左はリーマンショックの時の落ち込みを表してて、右側は消費税3%が増税された時の落ち込み具合を表していると。右と左、リーマンショックと消費税、どっちが落ち込んでますかって言ったら、リーマンショックの時には6.3兆円下落なんです。6.3兆円ですよ。で、消費税3%増税することによって落ち込んだのはいくらぐらいって言ったら8兆円ですよ。リーマンショック超えしてるんですよ。 消費税ってものがどれぐらい消費を冷やすことになるかってこと。消費が冷え込んだらどうなりますかって言ったら社会にお金回らなくなるんですよ。あなたが物を買うときに発生するお金、そのお金は誰かの手に渡って所得に変わっていくんですよ。あなたの消費は誰かの所得に。この循環にブレーキかけたら社会にお金回りますかって言ったら回らなくなるんですよ。冷え込むんですよ。景気が悪い時に消費税上げたらどうなるかって言ったら景気は良い悪くなるっていう。当たり前のことなんですね。世界広しといえども、 景気が悪い時に消費税上がり、上げるバカな国家は存在しないんですよ。日本だけなんです。すごいですね。もう超土級のなんですよね。もうトップ。他の追随許さないぐらい間抜けなんです。すごくないですかこれ。まあ、そういうことの積み重ねをしていきながら30年国が弱ったと。で、物が売れないっていう状況になってくると何が出てくるかって言ったら、事業者にとっても収益が上がらないってなってくるから、国内で物を作るってことをやめていくわけですよ。より安いところに、より安いところに出ていこうとすると。 需要がない国、消費がない国よりも需要が旺盛な若い国に移っていくっていう行動が移ってたわけですね。つまり製造業はどんどん国外に出ていくって形になった。ものを作る力さえこの国から奪っていくのが消費税じゃないですか。むちゃくちゃですね、もうこうなったら。そういうような循環から考えたら、もう消費税、これやめるのが一番いいんです。で、海外でうまくいってるじゃないかって、もう比較が違うんですよ。 海外でうまくいっていると言われているような国で考えてみるならば、それは生活必需品だったり様々なものに対してこれ免税だったりとか、ゼロ税率だったりとか、ってことがなされてるってこと。この国はそうはなってないでしょ比較すらできないんですよ、これは。日本の中での消費税っていうのはもう悪税でしかないんです。上げるタイミングもそう。それを考えたときに、じゃあ今から生活必需品はゼロにして、みたいな話は通用しない。 結局、消費税の狙いは何だったかって言ったら、もうこれに尽きるんですよね。大企業だったりとか、資本家に対して減税するための、これ法人税率、左側は昭和56年、右側は、えー、平成の最後。見てみたら階段を降りていくように、法人税率が下がり続けてるけれども、下がっていく合間に起こることは何かって言ったら、赤い線。赤い線は何かって言ったら、消費税が上がっていく様。法人税率が下がるとと,ともに、消費税は上げられる。こういう仕組みなんですよ。 つまり何か社会保障のために必要とんでもない。社会保障のためには一部しか使ってない。もともと消費税をスタートするときにはみんなの社会保障のためになんて言われてない。もともと言われてたことは何かっったら直感比率の是正。直接税を下げるために間接税を導入しろ。つまりは俺たちのコストを下げるために減税するために他のところから取れってことを、これ経済団体とかが大きく要請をしてそれに従ってきただけなんですよ。 皆さんにとって消費税なくならされて困ることなんて何もない。はっきり言ったら。嫌がる人たちはいますよ。でも、逆に言ったら消費税をやめることによってみんなの手元に雑に言ったら10%分の所得が戻るんですよ。それによってどういう影響が出るかってことを参議院で調べてもらいましたってことを最後に見てもらいます。参議院の調査情報担当室に資産をしてもらったってものです。消費税廃止によって一人当たりの平均年収がどれぐらい上がりますかってこと。 このシミュレーションでは2020年度にスタートしたっていうものが5年後には30万円上がって10年後には58万円上がるっていうそういう話なんですそんなのありえないだろうって思われる方ちょっと待ってよ逆に言ったらジャパンアズナンバーワンの地位にあった国が今や先進国唯一30年以上経済が不況っていうような状況を作り出してる方が私は信じられないんですけど 世界一とも言われるような経済力だったりとかその勢いだったりとか様々なものをここまで台無しにしてしまった私は政治の方が信じられないですけどね逆に言えばこのシミュレーションっていうのはこれまで消費というものが抑えられてきて当然消費お金が使うっていう行為がなければ物が売れなければ投資する人たちもいないと消費と投資需要が弱り続けてきた30年っていうものに対して逆回転させれば当然これは社会にお金が回っていくよね 社会にお金が回っていけば当然賃上げっていうことにつながっていくよねっていうシンプルな話なんですね。なので消費税を5%にまずは減税すべきだみたいな、寝ぼけたこと言ってる政治家いますけど、わけ分かってませんね、はっきり言えば。あの、戦う気がない。はっきり言えばね。でも消費税廃止って乗ってくる政党ほぼないですね。中田町で。なので、令和新選組はもちろん廃止なんですよ。でも、廃止しか受け付けないってわけじゃないです。 消費税が5%に減税ってことでまとまるって言うんだったらもちろん乗りますよって。2021年の衆議院選挙で私たち衆議院選挙の公約で野党側が5%に下げるってことを合意したから一緒にやろうってことになって自分たちの候補者4割下げましたからね。その代わりに他の政党が得票を得ていくってことになったんですけど。でも関係ないじゃないですか。関係ないっていうのは何か一番みんなにとってプラスになる方向を選ばなきゃダメじゃないですか。 消費税はやめななきゃいけない。けもちろんその訴えは変わらない、一方で目の前で5%だったりっていう動きがあるときには、それは反対すべきものではないと、そういうことです。